どうも、こんにちは。ファミマ TV ですけども、ちょっと聞いて申し訳ないんですけども、ちょっとお邪魔してもよろしいですか？よろしいですか？あ、おいしそう。ちょっと待ってくださいよ。今何してたんですか？そうですよね。素敵なお二人にですね、ファミマ TV からプレゼントがございます。ファミマのチキンの差し入れです。はい、どうぞどうぞ。僕らガン見させてもらいますので、どうぞどうぞ。おいいですね。美味しいです。はい、あの2人なんで、あんまり家で揚げ物とか、はい、そういうのしないんで、すごい助かります。あ、すごい。アグレッシブですね。そうですね。いいですよ。やったね。おお、奥様。雑。はい。ちょっと旦那様、これマヨネーズを。おお、チャレンジャーですね。あ。あ、どうぞどうぞ。ゆりやちゃん、どれでいく？うわっ、はい、マヨネーズいただきます。はい、どうぞ。どんな？いいですよ、これ。ほんと？なんかマヨネーズの酸味が、お肉のジューシーさと、なかなか合いますね、これ。マジで？あれ、女ですよ。合う？おめさん、食べてないじゃないですか。僕はもうだから、そうやって進行しないといけないわけでしょ。ちょっと食べてくださいよ。いいんですか、僕も。いいです、いいです。じゃあ、よろしいですか。じゃあ、ちょっと司会の方。僕はね、やっぱちょっとマヨネーズが気になってたんですよ。ちょっといいですか。あ、これは、ちょっと待ってね。マヨネーズの酸味とちょっと肉のジューシーさがすごい絡み合ってて、後輩が言いました。後輩が先に言いました。後輩が言ったからって言って、先輩が言ったら食べたらないよ。あんなことないよ。